はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではドラゴンクエスト5、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、チゾットの村に行ったり、あとは久しぶりにラインハットに行ってね、ヘンリー王子と会ってきたり、あとはルラフェンに行ってパルプンテの呪文を覚えたり、あとはテルパドールに行って、まあ、アイスからね、天空の兜をもらって、で、ゴン一が改めてね、伝説の勇者だったっていうことが判明したところで、まあ、終了したんですけれども、まあ、完全にね、寄り道の旅の上に、まあ、かなりね、長い動画になってしまったんですけれども、今回はいよいよね、マーサのふるさとであるエルヘブンに、まあ、向かってみたいと思います。まあ、エルヘブンに向かうんですけれども、まあ、その前にまた一箇所だけね、ちょっと寄り道をしてから、行ってみたいと思います。まあ、一応地図で一回確認してみましょうか。エルヘブンは、まあ、今いるところからちょうど北に行ったあたりなんですけれども、まあ、北には行かないで、南のね、あの小島の方に向かってみたいと思います。まあ、ゴンゲンにとってはね、ちょっといわくつきの場所なんですが、マーマンダインとネーレウス、ゴン1とローンで倒せるかな。頑張れ。お、いいですね。では南の島に行きましょう。もうそろそろ、あ、見えてきましたね。あ、夜ですけど人は、あ、いますね。あ、私の可愛い息子、ジージョは今一体どこに。ジージョがいなくなってから、我が家はまるで火が消えたようだよ。なるほど。まあ、ここがね、ゴンゲンが、まあ、守り神としてね、あの、石像になって、まあ、この辺にね、佇んでいたわけなんですが。この人は、ジージョ様がいなくなってから、旦那様も奥様も、すっかりお力を落として。ああ、誰か、ジージョ様を連れ戻してくれないものかね。そうですね。どこにいるんでしょうかね。この人が奥さんかな。ジージョや。ああ、ジージョや。うん、へこんじゃってますね。小さなメダルですね。まあ、これを回収しに来たわけなんですけれども。まあ、ゴンゲンが石像になっていたから、まあ、ここにね、魔物がやってきたのか、まあ、たまたまね、魔物が通りかかっただけなのかはちょっとわかんないですけれども、まあ、ちょっと不幸な感じですね。では改めてエルヘブンに向かいましょう。まあ、ずっと北の方にね、行くわけなんですけれども、まあ、ただね、ポツンとそのエルヘブンの、まあ、町というか、場所があるわけではなく、洞窟みたいなのをね、一回経由しないと、まあ、エルヘブンには行けないんですけれども、先頭ですね、オクトリーチ、バギクロス、まあ、ガンガン呪文打っちゃいましょうか。これだけ厚めにかければ、おそらく1ターンでいけるはず。うん、バギクロスだけで OK でしたね。それでエルヘブンに通じる洞窟なんですが、もうちょい北の方かな。キラーシェル、バギクロス、ライデイン、イオラ。あ、呪文聞くかな。聞きませんね。ライデインはほんのちょっとだけ聞くと。普通に物理でやった方が早かったかな。この辺かな。あ、ありましたね。この洞窟を通って、まあ、エルヘブンに行くんですが、ん？あ、ちょっと今外にですね、あの投有利の車が来てて、もしかしたら
その音が入っちゃってるかもしれないですね。うちの前にちょっとした広場みたいなのがあるんですけれども、そこにあのたまにね、あのトラックで灯油を売りに来る人がいるんで、まあ、できれば音声入ってほしくないんですが、まあしょうがないですね。それでまずは一回ここに上陸かな。お、しびれクラゲいっぱいいますね。まあバギークロスだけでなんとかなるでしょう。結構なんかダメージの振り幅がでかいですね。うん、まあ OK ですと。まずは宝箱を回収しちゃいましょうか。イオラでいけるかな。逆の方が良かったかな。うん、まあギリギリで倒せましたね。宝箱、サタンヘルムですね。まあサタンヘルムは多分誰も装備できないと思います。じゃあ船に戻りましょうか。わ、なんか種類がいっぱいいますね。ゴンゲンはネクロマンサーかな。でゴンイチがライデインで、イオラ。もう子供たちは呪文で行った方が早いかな。これで行けるはず。よし。船に戻りたいです。それでは出航と思ったら戦闘。ネクロマンサーをゴンゲンで、ライデインとイオラ。ゴンゲンの一撃では倒せませんね。まあでもこれで倒せるかな。まあ実はちょっと前回からね、あの連続で撮影をしてるわけなんですけれども、まだちょっとね喉の調子が良くないので、多少ね咳込んでしまうこともありますが、まあご了承いただければと思います。あ、なんか微妙ですね。普通に攻撃した方が良かったかも。ここは右かな。ゴンゲンはじゃあバギークロスで普通に攻撃しますか。いけるかな。よし、さすが親父。宝箱がありますが、ゴンゲンがゾンビナイトで、ゴンチが微妙ですね。ゴンチはじゃあライデイン打ちましょう。これで倒せるはず。うん、受けましたね。お、ロンがレベル26ですね。呪文は特に覚えなかったですね。あ、ここにも小さなメダルですね。今何枚ぐらいあるのかな。マザーオクト、まあバギクロスでいけるでしょう。あんまりライデインとかも連発はできませんからね。あとは一本道かな。これはまあバギクロスをマザーオクトで、ゴンイチとロンでブリザードマンかな。まあ天空の剣を持ってるんでね、攻撃力は高いですが、まあ、まだまだ子供ですからね。
ではこの橋の下をくぐりましてと思ったらくぐれない。なんか微妙。バギクロスをクラゲで、ゴン一とロンでタコ。よし、今のところロンの方がヒットポイントが高いのかな。で、とりあえず下ですね。ネクロマンサーを攻撃で、ライデイン&イオラ、まあ、これでネクロマンサーはいけますよね。OK ですね。なかなか経験値も高いですね。できればこのまま外に出たいです。よし、ではこの川を下って、まあいよいよねエルヘブンですね。半キャラ移動なんで結構船の操作が難しいですね。左に見える、まあ町みたいなのがエルヘブンなんですが、デンタザウルスとシャドウサタン、こんな感じかな。そろそろ雑魚敵も一撃では倒せなくなってきましたね。ふう、お、ゴンゲンがレベル39ですね。今夜なんで、まあ一応昼間にしましょうか。ここがまあエルヘブンですね。魔法の絨毯があれば草原や湖、海の上ですら自由に旅ができるでしょう。なるほど、まあ、唐突な情報ですね。ここはエルヘブンの村、忘れられた民族の住む村でございます。なるほど。この村に旅のお方とはまあ珍しい。左はただの教会なんで一応スルーして、まあ一泊しましょうか。それで階段ありますね。誰もいませんね。では右側からガーッと行ってみましょうか。旅のお人よ、はい、もしそなたが世界の道理を知りたくてこの村に来たのなら、この村の4人の長老に会うといいだろう。なるほど、4人の長老がいますと。武器屋さん、氷の刃と誘惑の剣ぐらいでしょうかね。まあ全然ねお金がないので、まあちょっとお金稼ぎしましょうかね。防具屋さん、まあラインナップだけ、あ、いろいろ売ってますね。賢者のローブ、知力の兜、いいですね。魔法の鎧も、ゴンゲンに持たせたいですが、全くお金がないので、まあちょっとお金稼ぎ、実況外でやっておきましょうか。おじいちゃんおばあちゃんいますね。もう何年前になるかの、この村に一人の若者が迷い込んできての、村の娘と恋に落ちて、娘はその若者に連れられて村を出て行ったんじゃよ。そうですか。娘の名はマーサ。若者は確かパパスとかいう名前じゃったな。なるほど。パパスとマーサの馴れ初めですね。村の娘が外にお嫁に行くなんてわしは反対したのに。なるほど。ほとんど駆け落ち同然で村を出たんでしょうかね。お、守りの種。守りの種は、ロンかな。4、まあいいでしょう。この人は、かつてこの村にいたマーサ様はその能力ゆえに魔物にさらわれたそうです。あ、そうですか。あ、マーサ様は一体どこに。そうですね。
扉。なんと、そなたはマーサ殿のゆかりの者と申すか。いや、違います。ふむ、わしの空耳だったか。これは話しかけるときに、私、マーサのゆかりの者なんですけど、とか言ったんでしょうかね。では、はい。ならば、そなたに魔法の絨毯と鍵を授けよう。二つともこの町にあるので探して持っていくがよい。ありがとうございます。そなたがマーサ殿を助け出すことを期待しているぞよ。ありがとうございます。結構太っ腹ですね。魔法の鍵と絨毯を探しなさいと。この上は長老たちの部屋でございます。なるほど。エルヘブンの民は神に選ばれし民族。かつては魔界に通じる大きな能力を持っていたと言われています。ほう。しかし、その能力も今では長老たちがわずかに有するのみ。ただ、かつてこの村にいたマーサ様は偉大な能力の持ち主だったとか。なるほど。お、長老さんたちいますね。全員女性かな？よくぞ来ました。大いなるマーサの子、ゴンゲンとその仲間たちを。そなたの来ることは分かっていました。かつてはマーサを連れ出したパパス殿をとても恨みに思ったものです。あ、そうですか。しかし、二人の子、ゴンゲンには何の罪もありませんものね。今こそ全てを教えましょう。お願いします。太古の昔、神はこの世界を三つに分けたのです。神自身が住む天空界、人間たちが住むこの世界、魔物らを封じた暗黒世界、そしてこの3つの世界が互いに交わることのないよう門番を設けました。なるほど。その門番を命じられたのが我々エルヘブンの民なのです。なるほど。まあさすが神に選ばれし民族ですね。ゴンゲンの母上マーサ様は我が民の太古の能力を特に強く宿しておられました。魔物らがマーサ様をさらったのは暗黒世界の門を開かせるためでしょう。なるほど。私は感じることができます。開かれた門は年ごとにその開け口を大きくしています。このままではやがて巨大な魔界の王ですらこちらにやってくるでしょう。おっかないですね。そうなる前にマーサ様を助け出し、開かれた門を再び封印するのです。大いなるマーサの子ゴンゲン、あなたにはその力があるはずです。そうですか。ゴンゲンには扉を封印する力があると。我々エルヘブンの民は門を閉めることもそして開くこともできたと言われています。しかし時が経つにつれてその能力は次第に失われていったのです。うん。まあ神に選ばれし民族とはいえ、まあ、その能力はなんか人それぞれまちまちみたいですね。ではさっき情報にあった魔法の鍵と絨毯を探そうと思います。この辺ではないかな。ここかな。こっからぐるっと回ってで、ここの下をくぐります。あ、おじいちゃんいますね。古い言い伝えでは、世界のどこかに不思議な塔があるそうじゃ。その塔は、空高くまでそびえ、塔を登った者は天空の神のいる城に導かれるという。なるほど。その前に、絨毯ですね。ここをくぐりまして階段かな。お、いかにもって感じの場所ですね。あ、魔法の絨毯。よし。まあ、とりあえず絨毯を手に入れましたと。まあ、入り口まで行くのが面倒なんで、ルーラで一回出て、で、こっから入り直した方が早いかな。あとは鍵ですよね。
鍵の方が結構ね探しやすい場所にあるんですけれども、ポツンとね宝箱が無造作にありますが、うん、魔法の鍵ですね。鍵はこんなのっぱらに野ざらしでいいんでしょうかね。まあ、これで魔法の鍵と絨毯を手に入れたんで、まあ、さっきねおじいちゃんが言ってた天空に通じる塔にまあ行けるようになるんですけれども、まあ一応ちょっと夜にしてみましょうか。何か話は変わってきますかね。よくぞ参られた旅のお方、今夜は宿屋に泊まるなどして存分に疲れを癒すがよかろう。よろしかろう。あ、そうですか。ここら辺にいた吟遊詩人もいませんね。ここはエルヘブンの村と一緒かな。恐ろしい夜が恐ろしい。もし暗黒世界の門が限りなく開かれれば、世界は恐ろしい夜の国になってしまうでしょう。なるほど。長老に会いに来たのか。しかし今夜はもう遅い。今夜は宿屋に泊まるなどして存分に疲れを癒すがよろしかろう。あ、そうですか。さすがに夜は長老さんたちも寝ちゃうのかな。階段の下は結局誰もいませんね。では、まあ、さっき泊まったばっかりですけれども、まあ一応泊まりまして、よし、まあとりあえず今回はこのエルヘブンでまあセーブして終了したいと思います。まあさっきねいろいろいいまあ装備品が売ってたんですけれども、ちょっとね実況外でお金稼ぎとかをしてまあ買っておきたいと思います。3番かな。うん、 OK ですね。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね頑張ってやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。